皆さんどうもこんばんは、稲見安住です。もうやばいやつやん、もうそれは。ちょっとむっちゃ嬉しいことがあって、ちょっとまだ言わない、まだ言わない。オープニングトークちょっとだけするわ。使命感みたいな。いやまああれですね、8月8日ということで8月入りましたね。いや皆さん夏休み真っ最中じゃない？楽しめ。私はねもう7月はほとんど海外にいたようなもんです。頭からロサンゼルスでラブラブサンシャインのアクアでライブをしに行き戻ってきて、で1週間後には上海での公演もございましてね、ビリビリというイベントに出させていただきまして、そちら無事終わりまして、帰国後、1日たち、帰国して次の日1日で準備して次の日に、アメリカへ飛ぶというスケジュールで。そうなんですよ。ほとんど家にいなかった気がします。まあね、本当に勉強というか吸収することが多い7月だったなぁなんて思いますね。夢もなんかどんどん膨らんだ気がするし、自分の中でのすごいボキャブラリーも増えたような気がした7月となりました。本当に素晴らしい7月を過ごしたんで、皆さんは素晴らしい8月をお過ごしください。ということで、ちょっともうダメ、もうさっき携帯こうやってパッて押してその画面開いとるが、もうちょっともう喋りたいから、ちょっとこれは読まなきゃダメです。明日からのコミケでは文化放送超 A&G ブースでこの番組の新グッズ RCCP 発売です。よろしくお願いします。はい、じゃあ行こう。よし行こう。パカもいっぱい喋るからこの後ということで、それで本日もこのテンションで上演を開始いたします。ラジオカーテンコーデ。皆さんこんばんは、稲見安珠です。この稲見安珠のラジオカーテンコールは舞台のように皆さんと私で一緒に素敵な空間を作っていきたいという願いを込めたラジオ番組です。携帯みんな携帯開いてるよ、みんな携帯。いやースマートフォンアプリモンスターストライク、通称モンストにワトソンというキャラで出演しております。いやーもうちょっとみんな、この番組でもモンストにめっちゃ今ハマってますって、また再熱してますよみたいな話をしたでしょ。もう私結構モンスト歴ねずっと長いんですけれども、いやそんな話をねここでもしたかなと思うんですけど、モンストも大好きですけどシャーロック・ホームズも大好きで、なんてでもうそれでもう気づけば私モンスターストライクにはシャーロック・ホームズに出てくるワトソンというキャラで出演ということで、もう叶いすぎいろんなことが一気に、すごくない？やったもうちょっと。で今もう携帯で開いとんよ、ちょうどやっとるからね。8月17日11時59分までです。皆さんよろしくお願いします。ワトソン手に入りますよ。いややばない。そんでね、そんでよ、そのお仕事の幼虫にな、もうアップデート終わってバッて開いて、よしガチャ引いたるわと思って、でその前になんかモンストがイベントみたいなのをやってて、50個以上確定かな、100個以上だったかな、確定 のオーブがもらえる、そのガチャとかを引けるオーブが確定でもらえるってのやってて、私200まで行ったのよ。だから200オーブを手に入れてたので、その段階でログインボーナスとかでいろいろ溜まってて、んでガチャを開きますと、よっしゃ10連やったるわって言って、オーブ50個使うんだけどね、オーブ50個使って10連、まず一発目行ってみましょうと思って、はいって押したら、したらドゥンドゥンドゥンって開いてって、でパカッて開いて、ああまあまあまあこの子持ってる、パカッパカッて開いて、あーまあまあ持ってるパカッて、いや来てほしい、そろそろ来てほしい、バカンだよってワトソン、いやーとか言ってもう大絶叫、もうマネージャーさんも、いややったじゃんとか言って
でそれレコーディングした後だったのね、うん、4時間くらいあのレコーディングをした後に叫ぶっていうね、うん、どんだけ声使ってんのっていう消費量でお送りしました。その日は、はい、もう最高最高だよ。もうみんなぜひあのゲットしてください。私もうすごくない？いや本当に、しかもなんかこうラジオで言ってたからとかそういうお話でとかじゃなかったのよ、そのオファーをいただいた時に。だからそれもまた嬉しかったのよね。そういうんではなく、あのもうお芝居でというところ、あとまあ声質でっていうところで、このワトソンというキャラと巡り会えたので、うわ本当にいろんなことが巡って運命ってあるんだななんてちょっと柄にもないことを思いましたね、うん、運命なんてなんてタイプかもしれませんが私は普段、いやあるなーって思いましたね。すごい嬉しかったのよ。オープニングだけでどんだけ喋ってんのこれ私30分経っちゃうじゃないのモンストで本当めちゃめちゃもう好きな作品に出られるってことは本当にこの上ない幸せなんです。やっぱりこの役者人生をやっていて嬉しいことでした。皆さんにご報告でした。いやー嬉しい嬉しい、もう本当にねえねえストライクショットって言えたんですよね。チェックメイトでしたということで、それでは今日も最後